テンプラさんライブを消していただきスタンバイルームからひもさんあひもさんいらっしゃいましたねはい、はい、こんにちはありがとうございますひもさん画面共有をお願いしますはいちょっとはいはい見えていますそちらからいかがでしょうか画面上で映っていることが確認できますでしょうか 多分映ってますねひもさんなのでスタートいただいて大丈夫です、はいはい、お願いしますはい、えー、初めまして、えー、東北で TSC という大会を開いておりますひもと申しますどうぞよろしくお願いします私からはですね TSC の地方コミュニティの活性術というテーマでお話ししたいと思います、えー、私たちと同じようにあ地方でのイベントがもっと増えてほしいという人とか盛り上がってほしいという人とかそういった方々の参考になれば幸いです えで、まずはじめに TSC とはですが、えー、宮城県で約170人規模の大会や対戦会を主催している東北最大の団体です。立ち上げの背景なんですが、2014年11月、えー、スマブラ 3DS、ね、が発売したときに、当時、スマブラのイベントが東北ではなかったので、まあ、盛り上げようといったことで、えー、立ち上げました。 え、団体名なんですが、TSC は、東北スマッシュチャンピオンシップ、東北最強決定戦という意味で、まあ、この、えー、大会をやって、東北最強決めようぜって言ったようなのがコンセプトになっている大会です。で活動なんですが、えー、まあ最強最強言っていましたが、大会前のクッションとして、えー、まず交を目的としたフリー対戦会を用意してまして、で、それとはまた別に東北最大の、 大会 TSC をみんなの,目標,の目標設定として設けてます。まあ、それらで、えー、とみんなのモチベに燃料を投下できればといったような形となっております。えー、ですが、活動内容が、えー、最近変化してきました、えー。スマブラ SP が発売したことによって、東北各地で新規のプレイヤーがなんかどんどん増えてきていましてで、イベントを初主催してみたいという方からの相談が。 えー、すごく増えてきてきいましたで、えーとまあ、何から手をつけたらいいのか全然分かんないとか、人が集まるか心配とか、そういった相談をいただくことが多かったので、えー、他のイベントのサポートも積極的に行って、えー、東北のコミュニティをもっと活性化させようといったような形に、えー、活動がシフトしていき,いきました。 えー、そのサポート活動を行う際の TSC のテーマなんですけれども、なんか口癖のように TSC はフリー素材っていうことを僕たち言ってまして、でこれ何なのかっていうと、TSC がこれまで培ってきたノウハウや製作物を、まあ、東北の人たちに惜しむことなく公開提供する。まあ、一応全国にもツイッター上で発信はしたんですけども、まあ、多分知らない人多いかもしれないです。まあ、そういったテーマで活動してます。 では、えー、フリー素材として実際にどんな取り組みを行ったかと言いますと、TSC のスタッフ会議を一般公開で行うことにしました。で、これ、さまざまなメリットがありまして、他の他の主催者の人たちとノウハウを共有したり、あと、初めての主催で悩んでいる人が気軽に相談できるようになりました。で、その他にも、一般参加者の人たちと、 えー、TSC が抱える悩みを会議の中で共有できて、積極的な協力を得ら,れ得られるようになったり、あと、まあ、その会議の内容を聞いて、TSC スタッフになってみたいっていう方が増えたり、参加者の視点からの意見がもらえるようになったりといったさまざまなメリットがありました。次に2番目なんですけれども、作成した資料、マニュアルを、えー、公開して共有しています。 で、えっ、ー、と、まあ、実際どのようにしたかといいますと、上の画像の方なんですけど、まあ、これちょっと一部だけしか表示してないんですけど、TSC が実際に使っている準備物のリストなんですね。で、これで僕たちが何を準備しているか、いくつ準備したかとか、そういったのがわかるように、えっ、ー、と、まとめて共有してます。で、えー、ちょっと URL がわかりづらいんですけど、まあ、右下の方にですね、 ちょっとあ,ありまして、ここに実際に作った資料を置いておいて、で、その資料を見たりダウンロードして、じ自分たちで、えー、編集して使えるようにとか、そんな感じで、まあ、フリー素材のように置いてます。で、下の画像は実際にその作ったデータの、まあ、上半分、首の部分だけなんですけど、まあ、A41 枚にルール用紙をまとめたものを作ってまして、 で、印刷して TSC では机の上に置いてるんですね。で、これも自分たちも使いたいっていう声があったので、多かったので、まあ、まあまあ梅ぶらルール採用しているところとかは、そのままデータダウンロードして印,印刷するだけで使えるような状態になったりとか、こういうあの資料をたくさん用意して、えー、共有しています。3番目の取り組みとして、えー、他県に出張して、まあ、山形とかだったんですけど、 対戦会を主催したり、他の団、えー、主催者のサポートをしたりっていうのを行いました。ただ、ちょっとスタッフ自身が、TSC のスタッフ自身が、えっ、ー、と、負担大きかったので、今は積極的にはやっていないんですけども、まあ、なんかスタッフ自身がこういうフリーに、えー、フリー素材のような感じになって、足出しみたいな感じで動いたりもしてました。えー、以上がまあ TSC がフリー素材っていうのをテーマに活動してきた内容なんですけれども、では、 えー、初主催をした側の視点ではどうだったのか、えー、実際に主催してみてどんなことが大変だったのか、えー、支援は適切だったのかサポートどんなものが必要だったのかっていうのを確かめるために東北の11団体にアンケートを取ってみましたありがとうございますご回答いただいて、えー、実際に主催する前に不安だったことまあすごくあのシンプルにまとめちゃったんですけれども えー、ほぼ全員がですね、機材集めと人集めが、うーん、まあ、心配だったと言っておりました。まあ、分かります、すごく。で、実際、じゃあ開いてみた後はどうだったのっていうところで、まあ、やっぱり機材集めと人集めはみんな心配だった。心配じゃないか、大変だった。で、そのほかにトーナメントツールの使用だったり、あと、会場探しあたりが予想以上に大変だったという声が多かったです。 で、じゃあ実際どんなことをサポートしてもらえると嬉しいっていうのを聞いてみたところ、発信力が高いアカウントからの宣伝協力、得している機材の支援、他の団体のノウハウ共有、テンプレートデータの共有、あたりの、まあ、これ、どれもあの、さっきの実際大変だったこと、人集めとか機材集めとかですね、そこら辺がちょっと解消されるような内容の提案をいただきました。 主催したときにじゃあ助かったことって何ですかって聞いたら、参加者と主催経験者からの協力がすごく助かりましたという人が多かったです。特にまあ参加者が自主的に協力してくれたっていうところの意見が多かったですね。あとは、経験豊富な方、TSC とかもその中に入ると思うんですけど、そういった方に事前に相談できた。他のイベントはこうしているなどの情報をもらえた。宣伝してもらえた。といった声が多かった。 で、以上のあの、アンケートけん、アンケート結果と、あと、TSC の実際の経験を踏まえまして、えー、私たちからの提案になります。えー、作ったデータやノウハウをもっとみんなでシェアしよう。まあ、ゼロからやっぱり何か作るって大変なので、どこかに、まあなんかダウンロードするだけで準備がほとんどできちゃうみたいな感じでデータを共有。で、そうするとこれから主催しようっていう人たちはすごく楽になるので、 でみんなでオープンにシェアに、オープンにシェアをしていけたらいいんじゃないかなと思っています。で、2番、どんどん参加者を頼ろう。あの、今回のアンケート結果から、ちょっと、参加者からの協力が、まあ、僕が思っていた以上にみんなの負担軽減につながっていたっていうのがありましたので、えー、まあ、普段から運営サイドはですね、悩みとか抱えている問題っていうのを参加者と共有しておくことで、 みんな結構助けてくれるんですね。TSC もそうなんですけど、まあ、それでみんなで一緒に、参加者と一緒にイベントを作り上げていくっていうようにしたらいいのではないかなと考えてます。で、3番目、えー、参加者は運営をできる範囲で手伝おう。えーまあ、ちょっとした手伝いが運営の大きな助けになります。思ってたよりも運営めっちゃ助かるんですよ。参加者の方からもそういった協力をしていただけると助かります。 まあ以上のことをやるとですね、主催者の不安感や負担は減ると思いますので、ぜひあのみんなで協力してイベントを増やしていってコミュニティを盛り上げられればいいなと考えています。で、最後に今後の TSC なんですけども、自身の大会をより大きくしていきつつ、自称フリー素材としてもより一層頑張っていきたいと思いますので、でどうぞよろしくお願いいたします。 ご清聴いただきありがとうございました。以上です。ありがとうございます。はい。なので、えー、ちょっと急ぎ足ですが、ワッチさん、画面共有をお願いいたします。あというわけで、TSC のひもさんでした。ありがとうございます。ワッチさんの今見ます。今見ます。ちょっと声出してみてください。 ッチさん声お願いします。あれあれこれは見えてますかね大丈夫そうでしょうかあ、見えてます。聞こえてます。ありがとうございます。もう始めちゃって大丈夫な感じですかね、はい、大丈夫です。よろしくお願いします。なぜか音が聞こえなくなってしまっているんですけれども。はい。あの、あれこっちの声画面の方見えてますかねこれ。画面は見えてます。大丈夫です。大丈夫ですかはい。 どうぞお願いしますあちょっと音が聞こえていない。なんでだ。えー、っと。はは聞こえてますかねあれ